どういうふうにこう紙を作っていたかっていうのをちょっと見てもらいたいなと思って。うん、やり方自体はあれなんだろうね。その原理としては和紙とあんまり変わらない感じだろうね。全然変わらない。バッグで透かしてね。そうそうそう。やるやつでしょ。ただなんかね、日本で見るのよりもね、すごく簡単に作って、ほら、見て。すごい簡単そうにね。うん。なんだか日本だとさ、すっごい重々しくなんかやってるけど、なんかね、こうやって、うん、それね、すごいほら、簡単にね、これを、ペタってやってね、うん、こうやってね。あ、それ挟むだけ。さやねちゃん、これを、さっとね、後ろに持ってって乾かす。あ、すっごい簡単にできててね。へーなんか入れてるものが違うんだろうね。なんか海苔が多いとかそんなんじゃないのかな、わかんないけど。そう、なんか日本のその和紙をさ作ってるところと比べると結構分厚い紙ができてるし、うん、あの盛り上がってるというか、うん、そしてね、なんかアバウトね、すごいなんて真っ平らにこうきちっとやろうとしてなくて、うん、そうね、ふにゃふにゃってなんかしててもその方がいいみたいな感じ、うん、はい、だから薄いとこと分厚いとこと普通にあるんだろうね。あ、そう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 、濃さが違って、うん、そう、なんかそれがいいっていう考え方、むしろ日本人すっごいさ神経質だからさ、もうピチッとさ真っ平らで、ね、極薄みたいなのにさ、うん、あの信念傾けちゃうとこあるじゃない、なんか薄ければ薄いほどいいみたいな、そうね、職人技みたいな、職人技がね、うん、でまあこんなような感じでアバウトにこう作られた紙をどうもあのダヴィンチ使ってるんですよ。うん、なのでこういうね、ほらこう裏側を見ても分かるようにザルみたいになってるから、うん、そういうこの跡がついてたりするみたい。そしてね、うん、あの透かしを入れる技術っていうのはもう当時あって、こういう、こういう紙に透かしっていうのは必ずその工場のさブランド名とかマークみたいなものって、うん、向こうのヨーロッパの紙にみんなこう入ってるんですよ、うん、日本では和紙でそういうの見かけたことないけど、まあ、あるものもあるかもしれないけど、うん、そうね、あるのもあるのかもね、知らないだけで、ね、まあでもね、市販されて簡単に売ってるものでそういうの見たあんまり 見かけないけど、向こうではこういうものが、うん、結構この透かしの技術もあの当初からあったらしくて、うん、まあその今ではね、もうね、もう大量生産工場があって、もうね、ファブリアーノって言ったらね、もうすっごい大きな会社なんですよ。なのでもうオートメーション化されていて、うん、もうこういうさ、パルプのこういう原料みたいなものを、うん、こう水に溶かして、うん、でまあ大量にこう攪拌して、うん、でドロドロのこのさこう原液みたいなものを作って。でそれをこうね、ベルトコンベアでね引き伸ばしてバン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 作ってるみたいなんですけど、うん、こういうローラーみたいなものでね、こう巻きつけて、はいはい、均一に伸ばしてね、うん、そうなんです、そうなんです。でこれはこのスタンプみたいなのはこう透かしが入るようになってるみたい、うん、そういう仕組みになっていて、でまあこういう感じね、もう、うん、触っちゃいけない。もういいよ別にそれは、うん、まあ、こういうベルトコンベアでどんどんこう作るっていうそういう世界になってしまったんだけれども、やっぱり未だにイタリアのファブリアーノの紙って言ったらやっぱり高級な紙だし、うん、あのフランスだとアルシュっていう紙が有名だし、あのキャンストンとかね、うん、でまあ、あのイギリスはイギリスでまた紙 の会社があるんだけれども、うん、まあ、それだけその紙っていうのはあのすごくこういろん、まあ、たくさんのこう画家たちが好んで、あ、使っている至っているっていうことは、まあ、もちろんそうなんですが、まあ、一方で、まあ、画材ね、画材、うん、まあ、どういう画材があの
使われていたかっていうさ、まずチョークってさどういうものかって意外に知らないでしょ。チョーク、うん、知らない。その何からできてるとか全然知らない。全然知らないんだよ意外に。全然知らない。だからそういう話もちょっとしといた方がいいかなと思って、うん、材料の話を簡単に、うん、伝えておきますと、はい、まあね、この石膏っていうのはこういうね、やっぱり岩から採掘してるんですって。もともとはね、今どうかわからないんですが、科学的に作ってるのかもしれないんですが、もともとはもうイギリスとかね、ヨーロッパのあちこちにこういう白い岩がある場所があって、そういうところからどん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 こう削って粉にして、でそれを固め、焼き固めたりなんかしてるのがチョークと言われてきたんですよ。うんうんうん。なので実はさっきあまりこう触れなかったんですが、こういう作品なんかも実はね、白なんかが少しうっすら入ってたりするんです。ああそうなんだ。うん、このね黄色い、うん、茶色っぽい紙に、うん、ダヴィンチはねスフマートといってぼかしっていうのはすごくこのやっぱり特徴のある技術っていうか、なんていうのかな、技法として、まあ、確立したんですよね、うん、で油絵でも本当にこの筆の線が残らないっていう、そういうところがやっぱり残されているんだけれども、このデッサンなんかもこういう線描は割とはっきり残すけど、うん、この凹凸、こういう肌合とかこの鼻の凹凸とか、はい、こういうところはどうして出っ張って見えるかっていうと、うん、この白いチョークは一番最後にね、うん、こうささっと手で塗ってたらしいんですよ。あ、うん、だからね指紋が残っているものがあったりするらしい、うんうん、一番有名な作品でね、こういうこのねヒエロニムスって、聖ヒエロニムス、荒野のヒエロニムスっていう作品、うん、ダ・ヴィンチの作品であるんですが、うん、これなんかもねあっちこっちにね、ダ・ヴィンチの指紋が残ってるっていうんで有名なんだそうです。うん、だからその一家にそのダ・ヴィンチがこうなんていうのかな、油絵は油絵としてまあ立派な大事なものだけども、でもこうスケッチがいかにさこの人々に愛されてきたかっていうか、ダ・ヴィンチ先生がこうさこう生の手でこう触ったものっていう意味ですごくやっぱり価値を見出していくっていうか、そういう世界があって、まあ多くはルーブル美術館にこのダ・ヴィンチの素描っていうのは残されているので、まあ機会があったらそういうの見に行けたらいいなとは思ってるんですが、まあ当時はミケランジェロも、まあ、とにかくデッサン力素晴らしいし、うん、ミケランジェロもうまいんだよねやっぱりね。こういうさ、ね、こう生々しいね、そう、こういう観察力というかね、もう人体解剖まで行ってこうさ観察するみたいな骨のこの仕組みとかね、うん、科学的にちゃんと見てこう描き写すっていうことをルネサンスの時代から始まるから、うん、まあ、とにかくその見応えのあるデッサンがたくさん残っているんですが、これなどもこれは今度ミッケランジェロの話に移っていきますけれども、はい、これはなぜこういうものを描くかというと、このバチカンのこの天井絵画の壁画、まあ、天井画をミケランジェロは屋台骨の上に乗っかって、そこで仰向けになって寝ながら描いていて、でモデルなんか見ながら描けないわけですよこれ。だからこういうスケッチみたいなものをこう携えて前もって描いた、うん、それを上に持っていってちょっとこう見ながら描いてるんですってこれは、うん、でそういうスケッチもたくさん残っているんですが、うん、まあこのフレスコ画っていうのは大変なものなんだって以前言ったと思うんだけどね、うん、壁にどんどんこう絵の具が吸収されちゃうので、今日はここの部分だけ塗るとかさ、こうある程度面積を狭めて制作しなきゃいけないものなんだけど、うん、
てもそんなことを感じさせないような。そうだよね。もうキャンバスに描いてるかのように描いてるもんね、この色とかね。もうね、なんか デジタル画面ですかっていう感じで、うんうん、またね、最近はその画像も良くなって、昔と違って。で、まあ、修復とかも、うん、まあ、完璧にイタリアがお金かけてやってるので、うん、あの当時の色彩以上にまた素晴らしくなっちゃってるんですけど、その部分もあるんだけど、うん、しかしもうさ、もう完璧だからね、この描写力が、うんうん、まあ、最高峰ですよ。やっぱりミッケランジェロはダヴィンチを超えてさ、当時ね、もう本当にいい大きな仕事を与えられてるから、バチカンの天井がこれねすごいんですよ、こんなですよ、うん、あ、こう下から見上げて、これ中のこの部分ですから、こう今のこあと、こんなのをさ、ミケランジェル一人で全部描いたわけ、すごいよ、うん、えらいこと、なんか機会があったらぜひこれ細々と見ていただきたいなと思うんです、検索して、うんうん、たくさん素晴らしい絵がいっぱいあるが、ここにもあるし、うん、まあ、たくさんどれも素晴らしいんですから。そうか、バチカンにあんのか、これバチカン、ローマですよ、ローマ、ローマね、システィーナ礼拝堂と言われていて、ああ有名なやつね、本当にね、そうそうなんだ、痛いねこれはね、確かに、そうなんです。で、まあ普通にこうね見るとこんな、要するに建物の装飾の一部の中に描かれている、もうどこから、うん、どこが建物の実際の壁でさ、うん、柱で、これ描かれた柱なのか凸凹、うん、のあるさ柱なのか、そこも分かんない、全然この画像じゃ分かんないね、うん、分からない、まあ、そのぐらいこの立体感とか、そのそうね、一点透視図法っていうんですかね、この正確な描写ができて、うんうん、で、あたかもそこに彫像があるかのように見えるっていう、うん、立体なね、立体の人間まではいかないけどさ、人間、多分ダヴィンチがもし描いたらもうそこに人間がいるとしか思えないものが描けたと思うんだけど、おそらくね、私は思うんだけど、ダヴィンチは手が遅くて採用されなかったんだろうなっていう気がするのね、うん、ああなるほどねうん、まあ、モナリザ何回書き直してんだってね、話は有名だしね、もう何十年何十何年もかけてうん、うん、そうそう、1万円書いてるから、まあ、だからあれだけのさ緻密なものができるので、うん、結局時間を取るかさ緻密さを取るかっていうので、ミケランジェロが こっちの仕事を取ったと思うんですが、うんうん、にしても、まあ、ミケランジェロも十分だけどね、もちろん十分以上だけどもうとにかくね、まあこれだけ見ればそうなんだろうなって思うけど、やっぱりドローイング見た時に、まあこれだけこの体を描き込んでね、これだけの描写があるから、洋服着させてもその奥の隠れている肉体のこの実存感も存在感が全部そこに反映されてるというか、うん、そうね、まあ、そういうために、当時はデッサン力が求められたし、こういうものが残ったし、うん、巨大なこういうねフレスコ画を描くためにはなくてはならないものだったわけですよ。必要不可欠っていうか、どうしても生まれてしまうものであった、うんうん、それはダビデ像も作れるわって話だよな。そう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 、だから彫刻も作れるしさ、うん、まああれだけの彫刻ができるっていうのはこれだけこの観察力があるから、そういうことだよね、うん、うん、個人的にはロダンの方が好きなんだけど、今ダビデ像見てるけど、まあ、ロダンもね、ロダンはロダンでまた違う実在感っていうか、うん、ね、そうそう、また考え方がまた全然違うから、うん、科学的に見て、このこういう世界を通り越えたからできた技っていうかさ、世界ですよ、はいはい、まあ、理想美というかね、そういうことだよね、そうそうそう、もうだから古典的な技法はもうちゃんと習得できてるわけだから、うんうんうん、ロダンのね、うん、それをさらに、だからもうほら
人間に型を取って作ったんじゃないかと思ったようなチョコが作れちゃったわけよ、ロダンはね。でその後の反省どうするかっていうことで、その今までダヴィンチもミケランジェロもできなかった、やらなかったことをあのバルザックの像でね表現してるわけだから。ということで、この赤いねこういうデッサンは一体どういうもので描いてるかと言いますと、こういうねサングインっていうね、サングインとかサングインとか言うんですけど、こういうね赤いチョークとかあのペンシルってあるんですよ。画材屋さんに行けば必ずどっかに置いてあるので見てもらいたいんです、まあこの売ってるか、まあその製造会社とか国にもよってもこの色味が少しずつ違って、ベージュっぽかったり赤黒かったり真っ赤だったりいろいろあって、これがなんでこう好まれたかというと、まああの普通の地面からねこういう粘土みたいな形でこうすぐに 手に入りやすかったっていうこともあるし、それからあの人間の人体をさ表現するのに黒よりはねやっぱり少し赤みがあった方が人間のこの肉体、血の通った人間を表現しやすいということがあって、そうなんですよ。そういうことで白とこの赤と黒を、3色をトロワクレヨンって言って、あのなんていうのか、素描のベーシックな描画材としてこう長い間こう愛されてきたっていうか使い続けられているものなんですよ、うん、で黒はどういうものかというと、こういう木炭、うん、これは炭で、一番、まあ、いろんなあの木材でいいんだけど、一番高級なのは柳の細いさ、これなんかそうだけど、やっぱ細ければ細いほどほらペンみたいに細い線が描けるので、なので細い枝の木炭を好まれて使われてきているんですが、それの最高峰はなんと日本の会社です、うんうん、日本のねこの柳の木炭のね、あの意見っていうね、イタリアの意にね研究の件って書くんですが、意見っていう会社のものがみんないいねいいねと言ってます。動画の中あのいろんなところあの中国人であるとか台湾人であるとかね、いろんな人が日本のここの木炭素晴らしいって、うん、最高峰なんだ、最高峰です とにかく。でどこで作ってるのかもう検索しても全然出てきませんでした。なんか秘密の どっか洞窟かなんかで作ってるのかわかんないんですが、でまあとにかくこれを炭にするにはなんかあのいろいろ蒸したりなんかいろいろしてるんですよね、高熱で、うん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 、なんかねこう壊れずにこうす炭化するそういう技術が日本の昔からこうなんか残ってるらしくて、でもともとは炭とこの硯のねでする炭を作るっていう技術からこういうものを作っていたから、その技術っていうのがもうなんか多分他の国では真似できないようななんかいろんなこの秘密があるみたいなんですが、うん、どこにも載ってませんでした。やっぱり見せるわけにいかないんでしょうね、うん、きっとね、うん、うん、なるほど、そうなんですよ。それで一体これを使ってどういうふうに人が絵を描くのかっていうのをちょっと見たいでしょ。そうね、うん、なのでちょっとちょうど動画でこの木炭を使って描いてる人がいたのでちょっと見てもらおうかなと思うんですが、やっぱりもうね真っ黒になってしまうので、あんまり最初からこのベタ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 、うん、あの直接描いちゃうとどんどん黒くなってしまうんで、この人は砂筆って言って紙を巻いたねこういうものにもうあらかじめ墨がさたくさんこうついている、そういうものを使ってます。こうなんていうのかな、骨組みっていうのかな、あの割合とかさあの動きとか動性っていうんだけど、そういうものをあの、まあ、目印っていうのかな、そういうものをこう書いていくとこなんですが、もうなんかねこんな簡単に書いてていいんだろうかって思うでしょ、うん、でもデッサンの一番大事なところは
なるべく大まかに物事を捉えるところから始まるんですよ。なるほど。大きく単純に捉える、で骨組みから考えていくっていう、うん、うん、そして、物の割合を測る、その何分のいくつぐらいか、全体から比べて、あ、はい、どのぐらいのサイズかっていうのを正確に測っていく、うん、そういうことから修練していくんですよね。そんな美術の時間教えてくれなかったけどな。うん、そういうね、専門的なことはね、習得して上手くなればなるほど教えたくないものなんです。昔の人はそうだったわけ。この弟子入りしないと教えたくなかったわけ。これでお金を稼いでる人がいたんだから。はいはい、ああ、なるほどね。だけど今はこうやって動画でいくらでもたくさんいろんな人が教えちゃってるので、うんうん、おそらく美術教育の産業はもうどうなっちゃうのかって考えてる人が多いと思うんですが、もうねこれは一つの伝統工芸みたいなものになってきてるわけですよ、うんうん、伝統技術なんですよ。だからこれで新しい、うん、いい作品がね、みんなが作れないような作品が作れるというわけではないんだけど、やはりこの、うん、古典的な技能を身につけるのとつけないのでは自信が違ってくるし、うん、自分自身の、うん、そして物を見る観察力が全然変わるわけですよ、うん、周りからの評価も明らかに違うよね。その踏まえてるのが踏まえてないものによってね。評価で言うとね、でもね、うん、評価なんていうことを気にしてたらアーティストになれないから。まあまあそうなんだけど、うん、なんだろう、そのにじみ出るもんって多分あると思うんだよ。まあ、それはそれよ。だからロダンがあのバルザックを作って、うん、それでもさ、バカにされながらも、うん、その美術史に残ったのはそれ以前の作品がすごいからなのよね。また、うん、古典技法の作品が。そうね。そうそう。だからモンドリアンとかだってそうじゃない。ゴッホもそうよ。ゴッホだってさ、そうそう、アカデミックなその技術をちゃんと学んでる時期があって、うん、そうそうそう、それがやっぱりさ、どんなに当時にありえないような色を使ってたりしても、うん、やっぱりさ、いい部分がこうさにじみ出てくるんだよね、うん、でこういうふうにね、うん、拭いてくんだ、ね、結構拭いて柔らかくして、あんまりね、うん、描いたっていうことを残してしまうとね、わざとらしくなってくるのよ、うん、何かがさ浮いて出てきたかのように見せなきゃいけない。シミから人間の顔がさこう浮かんできたのかなっていうように描くっていうのがね、リアリティのなんかね、うん、秘密の一つにあるのよね。なるほどね。それ薄くしていくんだな、また。そう、それでこれは練りゴムっていうものが画材屋さんに行くと売ってるので、うん、こういうもので、このさっきはホワイトを使ってね、光を表現することをダ・ヴィンチがやったっていうのを教えましたけど、このここではね、白は使わない方法で、練りゴムを使って一旦かこう付着した木炭をまたこう取っていくっていうね、うん、消していくっていう、またこのこれもすっごく大事な作業なんですよ。つけては消して、つけては消してっていう。でこれは練りゴム使ってますけど、本当は本来はパンの耳を取ったパンのこの生地の、うん、それをこうね、ネトネトこうね、うん、潰してるうちにね、こう柔らかくね、程よいね、硬さのものになるんですよね、うん、でその方が髪が傷まなくていいっていう風に私なんかは学んだんだけど、うんうん、だいぶこうこれでこの光が入ってくると陰影がはっきりして、コントラストができていて、うん、凹凸が見えてきますよね。うん、このようにして徐々に徐々にこう光の陰影、光ってる部分と、だから出っ張ってる部分と、それから奥まっていてこう暗くなってる部分とこう区別ができていって、うん、まあ、最終的にどういう風になっていくかというとね、
書いては消して書いては消して、まあ、このぐらいになってくるとねかなりリアリティが、うんうん、だから最初からあんまり細かくこのひげのこととかさ目のこの、うん、表情とかさそういうことに気を取られていると全体のバランスが悪くなってしまうので、うんうん、最後に細かいこういうシワとかさそういうところは入れていくっていう感じなんですよ、うん、これが木炭デッサンのだいたい大まかな流れです。なるほど。最終的にはどんなふうになったでしょうね。まあこんな感じになって、うんうん、まあこれはまあ、あの木炭デッサンのなんていうのかな、石膏像じゃないんだないから、まあ、リアルな人間を描いたデッサンっていう感じですよ、うんうん、で大体ね大学美大受験の石膏デッサン、まあ、これは今度鉛筆のデッサンの方をちょっと持ってきたんですが、はい、こういうのを学ぶっていうのがこの美大受験の人たちのほとんどがこの高校の授業では教えてくれないからどっかで予備校みたいなところとか研究所みたいなところ通って学ぶんですね。で、あの受験に取り組むというか、これちゃんとあれだもんね、資格で比率取ってやってるもんね。そう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 です。あの棒みたいな長い棒を持ってて、あれはワンチンと言ってあの手を休めるものに使ったり、あと測ったりするときに使ってるんですけど、うん、だいたいこのやっぱり全体の中のどの位置にそれがあるかっていうことをさ測りながらやらなきゃいけないから、うん、もう初期の頃はねもう指とかその棒とかを使って一生懸命そのパースを測るっていうところから始めるんですよね。でこの人は相当もうやり込んでるから、うん、そういうのほら瞬時に捉えてやってると思うんだけど、うん、で鉛筆デッサンの場合には、まあ、とにかくあのなるべくこの石膏の白い感じをさ汚さないようなものにしたいので、最初からあんまり黒くすると鉛筆の場合は木炭と違ってねもう落とすのがまあ、落とせないのでね、あの、払えないので、うん、結構ねあの慎重にこの線を入れてくるんですよ、うん、人がやってるの見るの面白いよね。そういやこれはこういうのね結構上がってるけどネットで面白いよね、見ちゃうよね、見ちゃうよね、まあ、うまいよね、あのよくね白いさ石膏が白いまんまに見えるし、うん、下手だとさやっぱりなんか汚れちゃってるのかしらみたいなさ、うん、で顔つきもねあれなんか描いてる人に似てるとかさこれかなりちゃんと正確に形が取れてるから、うん、うまいよねこれね、うん、うまいうまい。しかしねこれなにうまいとねもうこれを見せるっていうのが得意になっちゃうと、うん、いや分かるわ分かるわ。結局だからこっから脱するのは難しいよね、一回こんだけ上手くなったからね、こういうのができちゃうと、うん、気持ちいいからさもうこういうの描くのが楽しくなっちゃうと、うん、もうずっとこれやっちゃうから、うん、人間ってそうだよね。しかもこういうのほど受けるからね割と一般的に。そうなのよ。でもできる人はさ YouTube でね、うん、どんどん上げたらいいと思う、うん、みんなね、うん、やっぱり楽しいから見ちゃうし喜ぶんだからね。まあそれはやったらいいけどね。うん、それはそれでね、あのニーズがあると思います、うん、でまあこの鉛筆なんですが木炭とは炭だったけども、これはね天然の黒鉛のグラファイトっていうものがやっぱりあって、うん、鉱物なんですよ。で大体ね中国とかメキシコとかカナダとかブラジルとかマダガスカルってどこにあるのか分かんないんですが、うん、中南米ですかね、うん、まあなんかそういうところから産出されてるそうで、まあこういうのもね製造会社がね一生懸命このどういうふうに作るかっていうのを工場を見せていたりして、うん、これは黒鉛をこの粉にしたものを粘土みたいなものとか混ぜてこうね、はいはい、やっぱりセラミックみたいなものなんですよ。一旦こう土と混ぜてそれを焼き固めるみたいね、うんうんうん、
こういう棒状にしたものこうできましたよね。そうするとこういうね、あの釜に入れて最初乾かすのかな、乾かしてからなんか釜に入れて焼くみたいです。でこう芯を作って、うん、でこの硬さもいろいろ、グラファイトの一番いいところはいろいろ硬さや滑らかさを調節できるんですよね、その混ぜるものによって、うん、なのでそうそう、なのでエッジのもうね今は9とか 9H とかね 10H みたいなのがあって、あもうカチカチのやつ、そうもう薄くてね、もう硬い芯から柔らかい 12B とかね、うん、そのぐらいまで揃っているんですよ、どこの会社も、うん、でまあこれは色鉛筆用のあのところを見せてるんですが、まああの色をつけたりあのまたなんていうのかな、パステルみたいなね、あのこの後混ぜて色鉛筆作ったりっていうこともできるんですが、うん、今どうでもいいことをふと思ったんだけど、うん、この鉛筆の H と B って何の H と B なんだ。 H はハードなんでしょうね、なのかな、そう言われてみるとね、なんか知ってたような気がするけど、なんか忘れちゃった。なるほど、じゃ あ、 あの僕が調べてなんか補足できたら、うん、あのテロップで補足しておこう。ピンポンって出してください。そうそうそう。出して。なんかね、こ小学校の時ね、鉛筆がで鉛筆についてみたいな言、うん、国語の授業でね、なんか文章があって、うん、なんかね勉強した覚えがあるんですが、うん、もうすっかり忘れちゃいました。うん、はい、わかります。ちょっと調べとこうじゃあ、はい。でこういうね木でこの木の板で挟んで一本一本にするっていうことを考えた人はすごいよね、やっぱり偉いよね、うん、偉い手が汚れなくて便利だしさ、芯が折れないしさ、うん、まあとにかくすごい、未だにやっぱり鉛筆ってなくならないものね。まあ絵にはもう鉛筆じゃないとね、あのやっぱりシャーペンじゃ書けないからね。一応シャーペンも売ってるんですが、うん、やべ鉛筆の方が握りやすかったり疲れなかったり軽かったり、うんうんうん、気軽に変えたりね。シャーペンだとねこの硬さに合わせてまたシャーペンのさこの本体をさ何種類も持たなきゃいけなかったら、うん、結構重いじゃない、うんうんうん、そういう不便さから比べるとやっぱりこの金のこの鉛筆が一番いいかなって思うし、この間、ジェームス・ダイソンっていうさ、ダイソンっていうあの掃除機の会社の社長が最近自伝を書いてて、まあ、YouTube なんかにも出てるんですが、うん、その人が一番デザインで気に入ってるものは何ですかっていう質問で、日本製のこの鉛筆削りですとか言って電動の鉛筆削り出して見せてたけど、うん、かっこいい、真っ黒なさ黒いすごい重いんだってそれって、うん、なんだけどこのビクともしなくて削りやすいはいはい、それで削った後にこの穴が開いててそこに鉛筆を並べられるようになってて、それも気に入ってるとか言ってそれ見せてたけど、うん、まあとにかくねなんか洒落た真っ黒でシンプルですっごくねかっこいいあの鉛筆削りだったそれ電動の、うん、まあ、誰かあのね、もし興味のある人はジェームス・ダイソン鉛筆あなんかジェームス・ダイソンのインタビューかなんかで動画で検索すればそれが出てくると思うんですけど、うん、日本語訳がついてましたそれは、うんうん、だからあの鉛筆削りも電動のがあるしね、あのシャーペンもいいけどやっぱり鉛筆あジェームス・ダイソンも鉛筆使ってるのかと思うとねそういうもんなんだなっていうふうに改めて、あ日本の電動鉛筆削りいいんだと思って探しちゃいましたけど、うん、なるほど、うん、30年ぐらい使ってるって言いましたねそれを。へえ、それだけ気に入ってるみたいで、まあ、そう構造がシンプルだから壊れないんだろうね。そうそうそう、壊れないって言ってたもう全然ねあのびくともしなくて現役ですごく愛用してるって言ってた、うん、ジェームス・ダイソンっていうのはもともとはデザイナーなのよあの人、うん、で
なんていうのかな、デザイナーとして工業製品を作る会社に勤めてたけど、途中でクビになっちゃって、うん、自分のアイデア採用されないしで、自分で会社作るんだけど、最初に、商品として成功したのが押し車、うん、ボール付きの押し車で、ほら、うん、押し車ってさ、こう庭仕事した時にこうちょっとした土とかをさ運ぶ時に使うんだけど、うん、一輪車だからなんかゆらゆらするじゃない、うん、うん、するね。それをその車輪のタイヤを丸いボールに置き換えたわけ、うんうんうん、そしたらすごい安定感があって可愛らしいデザインだっていうんで大ヒットしたらしいんだけど、そっから始まって、でそれを塗装する、可愛らしい色で塗装するっていうことを考えているうちに、その会社を乗っ取られちゃってクビになっちゃって、会社、社長だったのに取られちゃって、うん、それでこのなんとかこの自分の思いをその実現できる会社を成功させなければと思って作ったのが、その最初のアイデアとしては、塗料を吹きつけるっていうことが当時すごい噴煙が上がって体に人体に悪かったから、うん、その、塗料をこのこう粉砕するときにこう散らばらないようにするんで、ダクトを作って吸い込むっていう機能が必要で、そこから掃除機へアイデアがこう流れてくっていうのを本に書いてた、うんうん、だからそうやっぱり一気にこの掃除機に行ったんじゃなくて、段階があって、なんかちょっとわらしべ長者みたいにして歩んだ人なんだなと思ったんだけど、うん、まあとにかくちょっと話が変わっちゃったんですけど横に外れましたが、はい、とにかく鉛筆とかこういうなんていうか描く描画材っていうものっていうのは本当に基本的な基本で、まあ、こういうものっていうものは、まあ、いろんなところでこう算出されてこう製造されて手にまだにこう入るんだけれども、まあ、こういうものがあるおかげで今こういうさ素晴らしい作品が残っているし、まあ、これはラファエロの、スケッチなんですけれども、うん、まあ、こういうものがあるからこういうものにが実現できるわけで、まあ、元のこのこういうものね、こういうものが基本にあって、なんていうのかな、いろんな人がやっぱりこういう描く技術を向上させるっていうことが大事な方向性と、これ自身がもう作品になっていくっていう方向性っていうのをこうだんだんこうさ、いろんなあり方がこうさ出てくるようになっていくんですよ、うん、でそういうところまで今回話をしたいんですが、まあとにかくみんな、これはデューラーのこのドローイングで、もういろんな人がまあ描くとみんな同じじゃなくて、やっぱりねその人の個性が出るよね、うん、面白いなと思うんですけど、あの版画の人だね、デューラーって。そう、デューラーね、めっちゃ細かい版画の人。そうこういうね、こういう犬とかも描いてます、うん、これはシルバーポイントなんですけど、はい、かわいいね。でね、こんなかわいいのもある、ほら、リアルだな。動物、そう、うさぎ。これはちょっとこう水彩絵の具も入れて、うんうん、こういうところはさ、デューラーらしいこう線描がこう細かく入っているんですけども、うんうん、若い酒の表現とか。そうだね、すっごい、これもうまいよね。ね、これもよくね教科書なんかに出てくるのよね。かわいいし、うまいし。そう、これさ、だってミケランジェロとかさ、ダ・ヴィンチなんかこんなね、うん、動物描いてないから、うん、デューラーはデューラーのさ、こうやっぱり見ている世界が違って、これも本当によく描かれて、必ずデューラーはここにサインがあるんですよ、うん、1502年に描いてる、もう律儀だからきっちりこういうねものが描かれてて、アルブレヒト・デューラーのこのサインね、うん、AD ね、そうそうです、こういうのもあります。
これこっちこの色の方が実際の色みたいなんですが、まあこれはどんなに細かく線描されてるかっていうのをこれ拡大すると分かると思うんですが、やっぱりこういうところね、ほんとデューラーらしい線描が残っていて、これによってこの光の当たってるところね、陰影の差が、暗いところと光の当たってるところの差が、コントラストがはっきりするわけですよ、うん、そしてこの回り込んでるこのふっくらとさ、肉がさ盛り上がってるところなんかも、この線描の動きによってこうさ出てくるわけ。なるほど、うん、こういうね、やっぱりまあこのデューラーは水彩の具でこんな細かいこの毛のね表現みたいなものにも取り組んでいて、鳥の羽、うん、なかなか魅力的なね作品が残っていて、さてこういう作品が、うん、まあある時にこのオークションに出品されまして、クリスティーズ、うん、一応その時にはドイツのなんかあのナザレ派の画家がちょっとこの古いレオナルド・ダ・ヴィンチかなんかを模写したりなんかして制作したドローイングではないかというふうな説明でオークションに出されたんですよ。はい、でまあ無名っていうか名前もわからないしサインもないし、でこれを見たある研究者が、いやこれは絶対にダ・ヴィンチだと言い張って、うん、うん、研究したっていう記録が残ってまして、うん、でこの題名もなかったんだけど、これ一体誰なんだろうっていう研究も必要だし、うん、うん、そしてまあとりあえず美しき姫君っていう名前が与えられて、うん、もう本当にこの研究者の間で注目の的になった作品なんですよ。杉野さん的にはこの作品どうですか？いろんなこうドローイング見てきて、まあ、ドローイング見てきて今までこうザーッと見てきて、うん、この中今まで見てきた作家の中にこの絵を描いた人がいそうですかね？まあそう見た中でだったらまあ確かにダ・ヴィンチに近い雰囲気は感じるのは感じる、うんうん、なんとなくね、この顔つきとか、うん、まあ丁寧に描かれていて、しかしね賛否両論あって、いや、うん、ダ・ヴィンチなわけないっていう人もすごく多いんですよまだ、うん、でこれ訴えられちゃって、クリスティーズがこれ出品した人がこのクリスティーズのその見解では、うん、ドイツ人の画家だなんて言って、うん、この価格を下げて出して、うん、わけしからんっていう風になっちゃって、うん、でそのケンプさんっていう研究者はこれダ・ヴィンチだって言った瞬間に、ほらもっとすごい高くなるはずだったのにみたいな、でなんか安く落とされちゃったわけですよ、うんうんうん、で後からケンプさんがそのダ・ヴィンチだって言ったら急に値が上がったわけなんですよ。それでね、うんうんうん、訴えたりしてね、まあいろいろ問題を巻き起こした作品ではあるんですが、うん、私もこれを見た時に、うん、なんかすっごいダ・ヴィンチっぽいけどなんか違うなっていう感じもするし、うん、むしろさっき見たこれね、うん、デューラーのさ このイメージってすごいなんかかぶるのよ私は、うん、この色合いといいさ細かさといいさ、うん、でかつてさダ・ヴィンチのそのマンダラを紹介したことあったじゃない、版画、はいはい、うん、あります、うん、であの時にデューラーがさ真似して木版で作りましたっていうのを見せたことあったじゃん。ああなんかあったね、そういえばね、うん、なんか昔のアーティストって
やっぱりこの尊敬する画家の作品を模写するっていうところから勉強するからだから、まあ、今もそういう人多いけど、だからそれでね、もしかしたらデューラーもこれなんか関係してるかな、ちょっとこうさ、もしかしたら原画はダヴィンチだったんだけど、うん、なんかこれをすごくさ高いものにしてほしいって言われて、うん、デューラーが色をなんか加えて綺麗に整えちゃったかなとか、うん、なんかそんな風にもちょっと感じたり、うん、あと後からあのまたもう一つの私の説をあの述べてみたいなとは思うんですが、まあ、まずケンプさんがどれほどこの研究してこれをダヴィンチだと言ってるかをちょっとこの休憩の後に紹介してみたいと思ってます、はい、一旦休憩します、はい。